皆さん、もしこの光景を目にしてしまったらどうしますか？散らかっているペットボトルを拾ってみますか？怒って SNS に投稿しますか？それとも、どうせ一人で頑張っても何も変わらないからって言って諦めて目をそらしますか？この写真は実は私が2年ちょっと前に素敵な海を追いかけに行って沖縄に行った時に撮った写真です。そして私が今全力で取り組んでいる仕事のスタート地点でもありました。ある日歩いているとこのゴミだらけのビーチを発見してしまいました。衝撃的な光景でした。気候変動、海洋ゴミ問題、このような言葉を聞くと課題が壮大すぎてどこから手をつけたらいいのかわからないっていう方が多いと思います。私もこのゴミだらけのビーチを見て、私たち人間ってこの使い捨てペットボトルだったり、もうとにかく便利を追求して環境を犠牲にしてまでやってしまってるなって、それがもうある意味使い捨て文化のようなものになってしまってるなって、最初は正直すごく無力に感じました。だってそれを変えようなんて思っても、日本だけの場合でも日本の人口1億2700万人が共通するこの文化を一人で変えようなんて無理でしょ。じゃあどうしたらいいのか。私はその時無力に感じながらも、でもなんかやんなきゃ、もうとにかくひどかったから、その時にできることは何なのかって考えた時に、友達にシェアしたり SNS に投稿したりしてみました。すると、なんかひどいけど私も実はここに行ったら似たようなとこ見たよってメッセージが返ってきたり、写真が送られてきたりして、なんか一緒にできないかねっていうコメントももらって、そしてその周りと話せば話すほど、なんかしたいよね、なんか一緒にできないかねって、そういう仲間に私は実は囲まれてたことに気づきました。で、ちょっと周りに引いたぐらいで、これだけ何かやりたいって言ってくれる仲間がいるのであればもっと多いはずだし、その多くの人たちが一緒になって行動すれば、もしかするとそれなりの影響力を及ぼすことができるかもしれない。そのコミュニティの力でこの使い捨て文化を変えていこうっていうミッションを掲げて立ち上げたのがマイミズです。マイミズは無料で給水できる場所を人々につなげているプラットフォームです。このアプリを中心に一般の人が公的水飲み場を投稿したり、お店ビジネスにも登録してもらったりして、今は世界各地20万箇所以上の給水スポットがつながっているネットワークになります。例えば日本中のカフェやレストランも登録されてば、意外な例えばベネズエラの近くのクラサオっていう島国のリゾート地だったり、コスタリカのカフェ、ドイツのコワーキングスペース、そして想定外の牧場みたいなところも登録されています。マイミズは2019年、去年の9月にローンしたばかりで、私たちが目指す持続可能な未来ってまだ遠く感じます。しかもこのタイミングでローンしたのもあって、やっぱり大変な目にも遭っています。今年の春に外出自粛が要請された時には全てのプロジェクトがキャンセルとなったり、もうおしまいかなって思ったことも何度もあります。でもこのミッションに向かって、もうとにかく人を巻き込むっていうことに必死に取り組んできたり、そのビジョンを発信続けてきたことによって、世界的に有名なブランド企業、そして日本国内外の自治体も一緒に取り組みたいって手を挙げてもらったり、 SNS でもインフルエンサーの方が拡散してくれたりするようになって、我々のアプローチも例えば環境省、国連国際デザイン賞にも認めていただいたりするようになりました。人を巻き込む、とにかく人を巻き込もうっていう思いでやってきたんですけれども、この14ヶ月はこれに関して本当に学びの多い14ヶ月でした。で、周りにもどうやって人を巻き込んでるのってよく聞かれるようにもなったので、今日は少しでも参考になればと思って、私はその経験をもとに大切だと思う3つのポイントをシェアさせていただければと思います。最初はポジティブなビジョンを共有することだと思います。
課題の深刻さ、規模を知るのはもちろん大切ですが、どこに向かっていくのかっていうのを共有することが大切だと思います。マイミズを立ち上げた時、ビジョンしかありませんでした。でもそのビジョンをなるべく魅力的に周りの人たちに共有してみたら、その未来なら一緒に作り上げていきたいって仲間がついてきてチームが作れました。でそのチームの力でマイミズアプリのベータ版を作れたら、ソロテストしてもらうようにテストパイロットユーザーを募集したところ、48時間以内に100人のユーザーが集まりました。その人たちはもうアプリはまだ使えていないのに、ビジョンだけに共有してくれて集まりました。今でもマイミズに参加してくれてる人たち、給水パートナー、企業パートナーでも、なぜマイミズに参加したかと聞くと、マイミズの世界観とビジョンに共感できたからっていう言葉が返ってくることが多いです。やっぱりその問題の深刻さを知ると同時に、一緒に作り上げていきたいようなビジョンを共有することが大切だと思います。二つ目は、行動変容を可能にする分かりやすいツールです。マイミズに参加した理由を聞くと、またもう一つ返ってくるのが、今すぐにでもできることだったからっていう言葉です。マイボトルを持って給水することは誰にもできること、そしてお店も手間もお金もほとんどかけずに参加することができる。ペットボトル自動販売機にこれだけ日本には給水なんか広まらないよって散々言われてきました。でも実際ローンチしてみたら、こういうの待ってましたって声をわざわざ連絡してくれたり、今までは仕方なくペットボトル買ってしまってたけど、これがあるともうマイボトル使えるし、すごい嬉しいってコメントももらって、ペットボトルを減らしただけでは世界中の環境問題は解決されません。でもその最初の一歩、これならできるっていうのを知るのは大切だと思います。ポジティブなビジョン、ツール、この2つに加えて何が必要でしょうか。私はコミュニティが大切だと思います。なぜなら私もそうだったんですけれども、何か新しいことに取り組むときには、やっぱり人間って仲間が欲しいです。マイミズのコミュニティは小さなところから始まりました。とにかく巻き込みやすい友達、同僚から。でも SNS を活用したり、クラウドファンディングキャンペーンを実施したりすると、自然と横のつながりでどんどん広まってきました。知らないうちにすごい楽しくなって、その大企業の方だったりインフルエンサーの方も仲間になってくれてました。今は日本中、世界中、一人じゃないって自信を持って環境問題に取り組んでいる仲間のコミュニティになっています。私はこのコミュニティは、その使い捨て文化を変えていく力があると思っています。今まではこの人々を巻き込むための3つのポイントをシェアさせていただきました。ポジティブなビジョンを持つこと、分かりやすいツールと、コミュニティの大切さ。しかし、もう一つお伝えしたいことがあります。今までこのように広まってきた活動はすべて、そのある日、この衝撃的な光景を見たときに、諦めずに、とりあえずできることから、始めたから始まりました。皆さんにも、最初は規模小さく感じても、できることはあると思います。そしてすでにできてるって方は、一緒により多くの人たちを巻き込むことができると思います。皆さんも一緒にこのポジティブのビジョンに向かって、使い捨て文化を一緒に変えていくことに取り組みませんか。